今日はあの MCI ブラックを打っていただいて、はい、いかがでしたか。あのね、正直驚きました。簡単に言うと、はい、カーボンのいいとことスチールのいいとこがうまく混ざったセットに感じたんですよ、はい、打っててすごくこう番手の立ったもの、はい、ロングアイアンとかミドルアイアンとかはすごくこうカーボンの良さのスピード感感じて、すごく球を拾いやすくて、で初速も速く出るイメージのシャフトだったんですね。あ、はい、で逆にショートアイアンになった時に逆にヘッドの重さをすごく感じて、すごくコントロールしやすかったんですよ。もう本当にいいとこ取りしたようなシャフトだなと思って打ってたんですけど、はい、これあの今までこういうセットのシャフトってなかったと思うんですけど。そうですね、もともと MCI のコンセプトがスチールシャフトと、はい、同じ、ヘッドの重量でそのままリシャフトできて、はい、カーボンの良さを、うん、カーボンのそのしなり戻りの良さをですね、うん、あと抜けの良さっていうのを追求したシャフトだったんですけれども、うん、今回の MCI ブラックはさらにそのシャフトの重量も番手というか長さに応じてフローさせるっていう、番手全てのつながりで打ちやすさをまあ揃えるというか、うん、逆にそのロングの打ちにくさとか、はい、ショートの引っかかりとかっていうのをあの抑えるためのテクノロジーを入れています。実際重量のフローっていうのは、はい、どのぐらいの重量の中で行われてるんですか、このシャフト。そうですね、今回大きく2種類、はい、80と100という2種類を出してるんですけれども、はい、80の方は実際シャフトの重量はロングの方が 70g 台から、うん、で、10番で90g 台ですね。で同様に100の方は、はい、90g 台から 110g 台のフローにしています、はい、うん、そうする と約20の、差を番手のセットの中でフローさせてるっていう。そうですね。でもそこってよくやりましたねシャフト重量だけでいうとドライバーが一番軽いですよね。そうですね、一番長くて軽くして、はいはいはい、でそこからフェアウェイユーティリティって、まあ、ちょっとずつ重くしますよね。重くしてって、うん、でアイアンの重量って一定の重さで4番からピッチングまで、うん、でウェッジに関しては逆にもうちょっと重くなっちゃうっていうパターンが結構多いと思って、はい、うん、そうするとこうドライバーから、うん、軽くて重くなっていて、アイアンのそのところだけキープになってウエッジだけ重くなっちゃうっていう、これをこうなだらかな山にこうなったっていう感じですか。綺麗につなげられることで、うん、やはり最近そのシャフトの重量も番手というか長さに応じてフローさせるっていう考え方が一般ですので、それをまあそのアイアンの番手で踏襲してるっていうのが MCI ブラックです、ね、はい、それってでも作るのすごい大変ですよね。そうですね、実際そのカーボンアイアンだと特に重くすればするほど、うん、やっぱシャフトの重心がどんどん手元側に寄ってきますよね、はい、こうヘッド感じなくなりますよね、はい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 、でまあ MCI で培ったその金属複合のテクノロジーがありますので、重くしながら、重心を手元に行かないようにするということが可能になりましたので、それをやれてるからショートアイアンとか下の方がバランスもしっかり出るようになって。そうですね、はいはい、でもう一つ大きいのがやっぱりスチールだと単一の素材で作っているので、うん、軽いのは当然柔らかい、重いのは硬くなりますよ、ね、はい、でカーボンの場合その設計の自由度の高さがありますので、うん、従来の硬さのままで重さだけフローさせるってことが、うん、できるっていうのが大きな特徴です。ということは今回のこの MCI ブラックに関しては、はい、まあ一つ重量フローで満点ごとに綺麗に流れてる、はい、でバランスもしっかりショートアイアンにしたかと重くなって流れてる、はいはい、でもシャフト自体の硬さっていうのは一緒だ。あ、そうですね、いろいろやっぱり試したんですけど、硬さに関してはやっぱり慣れ親しんだ硬さのフローが一番打ちやすいってことが分かって、うんうん、だからこれ振ってて全く違和感なかったんですね。あ、はい、うん、自分これパーって最初に打たせてもらった時に振りやすさっていう点もあったんだけど、インパクトのタイミングは全く一緒だったんですよ、そこは変わってても、はいはい、だからそれが振り感で変わってるのか、物として本当にそういう差を出しているのかっていうのは知らないで打ってたんですけど、はい、そこが一緒だから全然こう違和感がなかったんですね、上から打っててね、はいはい、でなおかつやっぱりそのロングで球が上がるとか捕まりやすいというか、うん、まあ、今まで全く捕まらなかったら捕まりやすくなる、操作ができるっていうところが、うん、一番狙いですね。まあ、スペック聞かないで自分打ってたんで、ええ、あれなんですけど、実際このシャフト今回自分が打たせてもらったのっていうのは、はい、バランス的にはどういう流れぐらいになってるんですか。鹿沼さんの貸したのだと、はい、4番で D0 ぐらいから、はい、ピッチングで D3 ぐらいですね。あ、じゃあ3ポイントぐらいはフローしてきてるっていうのは、はい、そうですね、はい、でも実際振ってたら、はい、全く違和感ないし逆に心地よかったですよね。あ、はい、
シャフトの重心を揃えながら重くするので、はい、どうしてもクラブバランスは出がちなんですけれども、はい、そのシャフトの性能だけでバランスがフローしていくようなイメージなので、あまりそこにこうこだわりがあって、従来のガーネで重くなってくるからどんどん振りづらいよとかっていうよりは、まあ、あまり意識されないで、結果そういうバランスフローになるよっていうイメージで考えていただいた方がいいかなと。それってすごい実践向きですよね。そうですね、はい、振り感がやっぱり振り心地が一緒になるので、今まで打ちにくいとか打ちやすい、得手不得手の番手っていうのが極力ないというか、全て同じように振れるっていうところが実践向きといえば実践向きですね。まあお客さんでバランスが揃ってないと嫌だとか、はい、意外と言われるんですよ、 D2 にしてくださいとかって。ただその時に自分なんかは、まあ、ついてるヘッドの大きさによっても振ってる時の振り感って違うし、はいはい、そもそもバランスって振り心地を一緒にするためにするための指標の数値であって、振り心地が一緒だったら別に数字バラバラでもいいじゃないですかってよく話するんですけど、はいはい、これ打った時に全くそこの違和感がなくて本当心地よかったんで、そういう意味ですごい実践向きだなって思ったんですよね。まあ、今回の MCI ブラックだと、まあ、バランスがショートにつれて高くなっていくっていうところに関しては、まあ、そのままお使いいただくのがベストですね。はい、アイアンのヘッドもすごく今高機能になってるじゃないですか、はい、製造方法も変わったり重心の位置も変わったり、はい、まあ、当然だからそのシャフトの考え方っていうのも変わって当然だと思ってたんですけど、今までなかなかここまで踏み込んで変わったものって出てこなかったんですよ。だからね、実際これ打たせてもらった時に、ね、本当衝撃的でしたね。はい、よくやったなって感じですもんね。だってね、ぜひ皆さんに打っていただきたいなと思います。はい、いっぱい打たせるんで、はい、楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。はい。